もしもマリオが陰キャラだったら。僕はマリオ、今から僕のピーチ姫を取り返す冒険に出る。クッパめ、よくも僕のピーチ姫を。僕は姫からハートもらったことがあるんだぞ。ツイッターのリプに。また一人ごと早く行こうよ。え、君もマリオ僕の方が主人公顔じゃん。まずはでかくなるキノコでも探そうか。だね、キノコででかくなったら、クッパなんか余裕だしな。<laughs> 強くなって夢助けたら、抱いてとか言われたりして <laughs> <laughs>。オープワンアップキノコ。でかくなるキノコってそっちあれマリオじゃん。ちょっと来いよ。うわ、マリオだ。あ、縮んだ。何いいから来いよブス。はいオープ B ダッシュ。あ、今これしか持ってなくて。あ、コイン取られてる。やっぱ僕ら、二人だけじゃ不安じゃないだって僕ら、友達いないじゃん。ドンキーくんとか誘えないの。 誘ったけど、今日はご飯食べに行くから無理って。<laughs> またバナナかないや、ハンバーグ屋だって。ホ <laughs> びっくりドンキー。<laughs> でも、僕らだけじゃ、ワリオにすら勝てないしな。いや、さっきワリオに勝ち上げされたこと、ネットで拡散したから、今頃あいつ、炎上してるよ。<笑><笑>ファイヤーマリオ。あ、クッパも炎上させようよ。なんか、あいつの弱みないの。めちゃくちゃそちんらしい。クッパのクッパジュニアめっちゃジュニア。ついにクッパのところまで来たぞ。 僕らのピーチ姫を返せいや誰やねんお前もう知ってらんいや知らんしマジ誰ちょいあれあいつはちょっと待ってくださいおーいおーいあいつ飛び上がったチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね